先日に引き続き、3月26日日曜日に、東京、浅草で開催される即売会イベント、ブラックアウトにて、埼玉烈風隊が、販売する商品を紹介します。今回は標本のご案内です。通常、標本即売会などでは持ち帰り用に、自分で標本箱やタッパーなどの容器を、会場に持ち込む必要がありますが、持ち帰り用に簡易箱に入れていますので購入後そのままお持ち帰りいただけます。長期にわたって保存する際には、市販の標本箱をご利用ください。体色が黒い種類はベースが、白い仕様になっています。シルエットがくっきりとして映えますね。カラフルな種類はベースが、黒い仕様の箱に入れています。映り込みの関係で撮影時は蓋を、開けていますが、先ほどの白ベースの箱同様そのままお持ち帰りいただけます。基本的に飼育品かつ修理品扱いですのでかなりの特価で販売予定です。ほとんどの標本が1箱1000円から2000円となりますのでぜひお買い求めください。まだ値札がついておりませんが、顔料インクで印刷しますのでそのままラベルとしてご利用いただけます。カラフルな種類は黒ベースがよく似合いますね。ということで今回は標本販売の紹介でした。3月26日日曜日に東京、浅草で開催される生き物の即売会ブラックアウトにぜひお越しください。イベントの簡単なご案内をします。詳細はブラックアウトのホームページでご確認ください。会場は産業貿易センター大東館の4階になります。周辺に駅が4つありますので、非常にアクセスしやすいです。動画説明文に詳細 URL を記載しましたので詳しくはそちらをご覧ください。当日午前10時から会場入り口にて、整理番号入りの入場チケットが販売されます。そして午前11時から先行入場が開始されます。埼玉烈風隊の先行入場特価を狙う方、このタイミングでご入場ください。正午から普通入場になります。午後3時から半額入場が開始、午後5時に閉場となります。生き物好きの方、ハイクオリティな虫を飼いたい方、ゴライアスジャパンファンの方、3月26日は埼玉烈風隊にお越しください。